アメリカのマンハッタンの航空写真空中写真とは飛行中の飛行体からカメラにより地表面を撮影した写真のこと。航空写真空撮ともリモートセンシング衛星の衛星画像の場合はトゥルーカラー画像やナチュラルカラー画像のことを指す。ポーランドのボリンの航空写真世界最初の空中写真はフランス人写真家気球研究家のナダールにより年に パリ上空の気球から撮影された。気球による空中撮影の軍事利用は直後より行われ、第一次世界大戦において気球や航空機から撮影した空中写真は戦略、戦術上、死活的に重要なものとなり、これら偵察を主任務とする軍用機は偵察機と称され、偵察機は航空機の軍事利用を第一号として以後爆発的に普及した。 主に測量の目的で地形図作成や地形、土地利用の判読解析などに利用されるが、その他にも地質、水質、植生状況など無限の情報が盛り込まれており、国土の利用、保全、防災計画といった行政分野をはじめ、研究、教育分野など幅広い領域で活用されている。また、国土の様子を時系列で記録保存するという面でも、 大きな役割を果たしている。地形図作成の目的で空中写真を撮影する際には隣り合う写真を60%重複させて撮影する。これにより愛隣り合う写真をタイにして実体視を行うことが可能となり図書機を用いて地形図を作成する。これ以外に報道の一手段としてや広告、宣伝、 出版などの商業利用もあり、乗り物では並走撮影、建築写真では、工事や、竣行の記録としても用いられる。戦前の随筆家、寺田虎彦は、地理書をいくら読んでも少なくもこれら写真の与える、実感は味わわれまい。ついたちも早く、世界空中写真帳といったようなものが完成されると、いいと思う。それが完成すると、我々の世界観は一変し、それは、 また我々の人生観社会観にもかなりな影響を及ぼすであろう。そうして、在来の哲学などでは間に合わない新しい天地が開けるであろうと語っていた。そして21世紀の今日では、地図サービス等で容易に世界の空中写真を見ることができる。1877年西南戦争の際に、横山徳三郎が偵察を目的として気球から、 撮影が試みられたのが日本における空中写真撮影の始めとされている。航空機からの撮影は、1911年4月28日、帝国陸軍の徳川義徳工兵隊員が操縦するブレリオ式飛行機から同乗の伊藤急工兵中尉により撮影を行ったのが最も古い記録とされている。実用の目的で組織的に撮影されたのは、 1923年の関東大震災直後に陸軍航空学校へシズ文校により東京、大阪、横浜、北伊豆の被災状況把握のために撮影が実施された時からである。第二次世界大戦前には鉄道省の新線計画以外、ほとんどが地図作成または軍用目的で空中写真が撮影されていた。 世界の列強国軍の中でも特に帝国陸軍は偵察機の開発に力を入れており、敵地奥深くまで長距離を飛行停止し、目標地上空では高高度かつ高速をもって写真撮影を行うというコンセプトのもと開発された世界初の戦略偵察機である97、式指令部偵察機を戦艦機に生み出し、第二次大戦機には性能をより特化させた百 式指令部偵察機を大々的に運用した。撮影機材はトポゴンレンズを採用したドク、カールザイス製 RMK 型や HMK 型、ベイフェアチャイルドカメラインストルメント製 K-8 型等が用いられた。K-8 は1930年頃より、小西ロカ本店により国産化され、これらの航空用カメラで用いられる。 パンクロマチックフィルムも録音者や富士フィルムにより国産化され1937年の品自編勃発頃までには航空写真撮影に用いられる関連機材の多くの国産化を達成していたが20センチメートル級の大口径トッポゴンレンズなど極めて高度な製造技術を要求される機材は日米海戦後も県独潜水艦作戦などによる わずかな輸入経路に頼る状況であり、航空用カラーフィルム等も含めて配線までに、試作や少数生産に終わった機材も少なくなかった。それでも、帝国陸海軍の航空撮影隊及び、満州航空、大日本航空などの関連会社が撮影した範囲は、終戦までに満州を北限に南は、ソロモン諸島から、ビルマ南部一帯にまで及び、大日本帝国の最大半島のほとんどが、 航空写真として撮影されていた。終戦後、解体された陸海軍の航空撮影隊の元技術将校は、アメリカ陸軍地図局第64、公平地形大隊に再雇用され、満州航空など関連会社の技術者の多くは自ら民間測量会社を立ち上げ、日本全国に戦前の写真測量技術が伝播していくことになった。なお、 帝国陸海軍等が撮影した空中写真はほとんどは抽選時に機密保持のために廃棄されたが東京市など大都市上空で撮影されたものを中心にわずかな数が現存しておりアメリカ軍が1946年から1947年にかけて日本全土のほとんどを撮影した空中写真を含め全身の地理調査所時代を含む国土地理院が 地図作成のために定期的に撮影した空中写真は順次数値化され、地図空中写真閲覧サービスとしてインターネット上で共覧公開されている。国土地委員に提供する航空写真の撮影には海上自衛隊徳島航空基地に所属する UC-90 国風2が使われていたが、2010年をもってセスナ208バイトグランドキャラバン 国風3に交代し、運用も民間企業へ移管され、2019年現在、共立航空撮影により運用されている。ありがとうございます。